皆様こんにちは。こんにちは。マヨナンバー通信をご覧いただき誠にありがとうございます。ベックスコーポレーションの山下です。ベックスコーポレーションの堀です。はい、よろしくお願いします。本日は36タイプのバイオナンバー123を洗練されたバランス感覚を持つ誰もが認める完璧な人についてお話しします。よろしくお願いします。これ完璧な人ってこう、言い切ってるこのテーマすごいですね。そうだね、123の方は本当にね、こうバランスがね、いいんですよ。で、器用だけどこう嫌味がないっていうかね、センスっていうとまたねあるかもしれないけど、こうセンスでこうこなしてしまう、やっぱりこう感性がいいしね、こう前言葉で言うとこう羨ましい、羨ましい、資質を持った方。はいね、この、 著名人を、ね、はい、見ても、トヨタを創業したトヨタ佐吉さんから、橋本徹弁護士、タモリさん、漫画ワンピースの作者である尾田栄一郎さんがこのバイオナンバーと本当に幅広いですね。ワンピース大好きです。ワンピース大好きです私もこれ。そしてやっぱ皆さんこのユーモアに、センスにあふれている方が多いですね。本当そうですね。この方はこう、第二数ね、真ん中の数字に2の交換エネルギー、張力っていうのを 60% 占めていますから、思いやりにあふれて懐が、深い、で包容力を持っていらっしゃる方なんです。で、常にね、こう相手の立場に、立った、振る舞いができるため、やっぱり周りの人から慕われる存在になりますよね。で、第一数にね、こう1の集中エネルギー、30% を持っていらっしゃいますから、こう自分を、信頼してくれる人のために、こう全力を尽くすことができて、決して人を裏切らない、素晴らしい信頼関係を築く力を持っていらっしゃいます。そのここまで聞くだけでもね、もうバカです本当にそう。そしてこの第3数にはこの3の制御エネルギー、感力が10% になってますけど、やはりこの個性のポイントになってきてますよね。この3 の、 情報収集力とか、どんな状況でも臨機応変に対応できる資質というのがあるので、こうあらゆる分野で高い才能をこう発揮して、こう本人が狙ってなくてもこう勝手になんかこうスター性を放ち、周りから注目されている方ですね。もうおっしゃる通りで、私もね、この、長年ね、このバイオナンバーを通してこういろんな方々をお会いして、いろんな方を見させていただいてますけれども、改めてね、バランスがいいな、バランスがいい、一言つきますよね。ですね。ただそのやっぱり完璧な人と言われても、自分は123なのに全然完璧じゃないって感じてる人も中にはいらっしゃると思うんですよ。で、このテーマとこの現実のギャップって必ずあると思うんですけど、いいところつきますよね、本当にね、よくできてると思います。本当にこのやっぱり理想と、現実が一緒だったらいいんだけども、やっぱこのギャップっていう、差がやっぱりあって、皆様も、私も悩んだことありますし、本当にたくさんの方が悩まれていることかと思いますけれども、例えばこの各バイオナンバーのテーマとこう現状のね、自分をこうやっぱりね比べて、しっくりこないなっていう方は、やっぱりね、この持っているご自身の資質っていうものをやっぱり最大限にこう発揮、できてないというか生かしきれてないと、ぜひ考えてみていただきたいと思いますね。なるほど。で、バイオナンバーで自分の資質を知って、どんどんね、そこに近づけていくというか、活性化させていく、でそうやってこう、理想の自分をね、具現化していくというかね、実現化していくっていう、一歩ずつかもしれませんけれども、近づいていくということでね、自分のやっぱいいところを発揮していくところにつながっていくかなと思います。例えば、完璧な、バランスを持って、見える123の方でも、喜怒哀楽がこう激しくなって、こう自分勝手になりやすかったりとか、もう人間関係が煩わしくなって、こう殻にこもってしまったりとか、人の、意見にこう惑わされてしまって、こう周りに、常にこう流されちゃう、もう自分がなくなっちゃう人、ゆらりゆらりいっちゃう人もいるし、あとは優秀といえば嫉妬深い、で誰も信じられなくなっちゃうなんていうね、マイナス特性もやっぱり出てくるんで、気をつけてもらいたいで
ですね。まあそうですよね、うん、やっぱりそのマイナス傾向が現れない人っていうのはいないですよね、なかなかバランス取るの難しいから、はい、そんな時にはやっぱりこうアプリにねあるこちらのね、はい、こう強みを発揮するための行動指針っていうのをやっぱり日常のねこう、うん、自分自身の意識の中に取り入れていただきたい、はい、完璧な人間いません、もう何度も言いますけどいませんので、やっぱり1日3の方の場合はこう常にねこう周りの人を中心に考えていこうとか、やっぱり人に夢を与えてねこう実現していこうとか、まあ何事にもねこう興味を持って、ね追求していくなんていう、こう質がね発揮されていないときは自分の思考力がね弱くなっていると考えられますから、やっぱりマインドセット、マインドセットしていただいて、少しずつ少しずつでね構いませんので行動に移していっていただければなと思います。はい、このやっぱり強みを発揮するためのこの行動指針はやっぱり具体的な行動につなげていく、この分かりやすいこの指針ですよね。で私もいつもね161の行動指針を参考にしているので、皆さんもぜひあの、はい、参考にして行動を変えていってみてください。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、本日はバイオナンバー123、洗練されたバランス感覚を持つ誰もが認める完璧な人についてお話しさせていただきました。よろしければグッドボタンとチャンネル登録を、そしてバイオナンバーのアプリもよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、それではまた次回お会いしましょう。ではまた。